こんにちは、上野チャルメーラの戸田です。金光です。本日のゲストは声楽家の野間愛さんです。お願いします。よろしくお願いします。私たちのチャンネル声楽家初登場ですね。ねえ、そうですね。今日はいろんなお話聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、まず私たちと野間さんとの出会いといえば、まあ、同じ同期で芸大に入学したんですけれども、うん、芸大寮にいたんですよね。そう、私と金光さんと上野がこのまま同じタイミングで芸大の寮に入って、でその中でもあのブロックごとに分かれてるんですけど、うん、私と野間さんは同じブロックだったんだよね。むしろ隣の部屋。そう、隣の部屋。私がその1階下の階で住んでたんですよね。そういうのもあって親しくなったんですけど、実は1年しかいなかったっていう話を、それさっき聞いてね、びっくり。もっと一緒に卒業したと思ってた。もっといたでしょ、説。それぐらいちょっとね、濃い思い出が鮮明にあるんですけど、私もあのコロッケ作ってるところ、あのたまたま見たよ。そう、美味しいコロッケをね、大量に作る。ありがたんで。野間さんといえばもう私たちのブロックのお母さんっていう感じで、私はもうポン酢を手作りしてくれたり、すごい漬物を、ね、作ってくれたりとか、もう野間さんといえば食べ物とも思い出が。料理上手だ。料理上手で。ねえ、同じブロックでもうね、24時間一緒に生活してるとどんな生活をしてるかも見えてたんですけど、私がずっと早朝バイトして、うん、で朝出かける時に戸田さんが帰ってくるから、ね、そうなんですよ、ね、私はもう超夜型だったので、夜11時ぐらいにだいたいスイッチが入って練習にカラオケに行ってたんですね。それでカラオケでフリータイムでやって5時に終わるので、うん、帰ってきたら野間さんが行ってきます行ってきます。じゃああんまり同じブロックに住んでたけど、うん、あんまりこう会うことって、でもね、そのタイミングはいつも一緒だったから、ね、そうだから私が買い物から帰ってきて野間さんが今から行くと、普通その時間起きてる人いないから、そう、むしろ逆に嬉しいみたいな、そうで見送ってもらえるみたいな、完全にパーティーもやってたし、なんかすごいパーティーやってたよね、うん、そのイメージはすごい、そう、仲のいい、みんな仲良しね、うん、そう、まあ、野間さんとはもういろんなお話はこれまでもしてるんですけど、芸大に入る前のお話ってね、あんまりあの聞いてないかな、聞いたことないのって知りたい、普通にあの文系の普通科を出て、うん、高校、うんうん、で1年やりたいことなくて、やりたいことないなと思いながら1年のフリーターをして、でお父さんにちらっと陶芸やりたいって言ったら、うん、なんか知り合いにオカリナ職人もいるから行ってこいって、そのつながりももう最初もう面白い。で1年半ぐらいオカリナ作ってたんだけど、なんかオカリナ続けるかどうかってなんかすごすぎる。オカリナを作ってた、ね、そう作ってた、演奏する方じゃなくて、演奏する方じゃないよ、土をこう待って、もうここから待って、そうどうやってその声楽家になるんだろうって、でそのオカリナを習いに来てる奥様の中に声楽家がいらっしゃって、へー、あと奥様もね、師匠も奥様も声楽家だったの、うん、そういうのもあって、なんか声楽家の方と話したりすることがあって、あ、まあ、ちょっと手伝って歌ったりとかして、でなんか歌すごい声出るんだなとか思って、うん、その時はやると思ってなかったけど、オカリナを続けるかどうかってなった時にちょっと勉強してみたらってなって、姉が行ってる音大の短大に入るってなったけど、オカリナでオカリナでオカリナで入りたかったけど、うん、オカリナが楽器の専攻になかったから、できることってピアノ弾けないし楽器もできないし歌うしかないなって言って、で歌で入った。なるほど、すごい、まさかのオカリナ始まりだった歌に興味があってとかっていうんじゃなくて、で、まあ、2年ぐらいやったら歌の方が楽しくなっちゃって、で4年代行って、で4年生の時にウィーンにちょっとこうなんか講習受けに行ったら、なんか、ね、東京の人と出会って、東京行ったらアンサンブルもできるなってなって、芸大受けようってなって、長い歴史があるんですけど、まあ、1年購入して、うんうんうん、無事学業を入れて楽しい楽しいってやったら博
士まで出ました。そうなんですよね。だからこのね、あのついこの間の3月に卒業したということで、芸大に何年だろう。11年。すごいすごい。11年もいましたね。ねえ、11年もいるとなんか芸大のなんか隅々までなんか知ってそうなんですけど、その中でも特に声楽家の実態とかどんな人が多いとか、なんかちょっと中に突然歌い出す人とかもいるしいるいる、イメージの大きい人々がいっぱいいらっしゃるし、うん、あとまあでも表現するのがやっぱ好きな人っていうのが多くって、ミュージカルに行く人とオペラに行く人とっていったりとかして、歌曲に進む人とか、まあ、あの歌の中で、まあ、歌は人数多いのでいろんな人がいるんですけど、私はオペラ科に行って、でオペラ科の博士までずっとオペラでやってきたんですけど、私はね、だからいろんな人と一緒に舞台を作るっていう、あの活動が好き、オペラ科とソロ科がある。修士課程からはそこに分かれるっていうことですね。そうですね。なるほど、なるほど。で、読書家の方はもう、本当に歌曲のこういう細かい表現だったりとか、言葉の扱いだったりとか、すごい細かいところに、まあ、オペラ歌も確かにそれはあるんだけど、まあ、もっと大きな演技とかに行くので、なるほどね。そうですね。細かいところとか、まあ、大きいものとか、いろいろ、なんか、性格によって、目指すところが変わってくるかなって感じがします。そうかも。ねえ、なんか沼さんの今の活動もいろいろ聞きたいんだけど、やっぱりオペラを中心にしてるっていう感じなのかな。そうですね。普段もオペラの舞台に出たり、今はあの日本語の新しいオペラを作る活動を始めていて、まあ、学生の頃からやってたんだけど、まあ、ちょっとお金がかかるのであんまりボンってできないんだけど、なんか本当のクラシックと一般の方の間にすごい溝があるなってずっと感じてたので、この間に入る分かりやすくって子供が見ても楽しいオペラ面を作りたいと思っていて、でオペラの窓っていう団体を任意団体の間にかけて、あ、そうそうそう、の窓ってね、あの移動するって意味があるけど、遊牧民みたいな、そうそうそう、オペラが移動してどっかでも行けますよっていう意味と、の間と、ま、窓、オペラを覗き見る窓っていう意味でちょっとオペラの窓っていうタイトルにして活動してます。すごいいい名前じゃない。上チャルにちょっとなんかちょっと嫉妬しちゃう。上チャルのこの親しみやすさをね。でもなんか私たちのコンセプトとも通ずるものがあるよね。なんかオーボエっていうちょっとマイナーな楽器だけど、その間口を広げて親しみやすくってやってるんで、今回出てもらって嬉しいです。あのコラボ もさせていただいたので、はい、ね、そのうちアップされるのでそちらもぜひお楽しみ、楽しみ、はい、最後にあのきっとこのチャンネル、あの沼さんが出てるっていうことで、これから声楽科に入りたいっていう方とか、声楽科になりたいっていう子も見てると思うんですけど、その方々に向けてもちょっと一言いただければなと思います。はい、まあ、私はそんなになんか志高くっていう感じでやってきたわけじゃないんだけども、まあ、でも好きな歌に一直線に、自分を信じて歌っていってください。心強いです。これからもウェチャルともぜひ仲良くいろいろコラボしてよろしくお願いします。そうですね、オカリナの方も聞きたいと思います。楽しみ、そんなまさか過去があるとは楽しみにしてます。はい、というわけで本日のゲスト、声楽家の沼愛さんでした。はい、ありがとうございました。